2022年12月20日、ウクライナ軍参謀本部が戦況分析を示し、ロシアのプーチン大統領が9月に一方的に併合を発表した南部ザポリージャ州においてウクライナ軍が18日に砲撃を加え、ドニプロ川東岸にあるワシリウカなどの3つの町に設置されていたロシア軍の物流拠点に甚大な損害を与え、ロシアの兵員など130人以上を負傷させたとしているよ。ウクライナ軍はこのとのところザポリージャ州において、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースなどを使用して、メリトポリやその周辺のロシア軍の物流拠点などに対する攻撃を続けているな。補給路をことごとく潰して兵糧攻めを行うってわけだね。さて今回はウクライナ軍がザポリージャ州でロシア軍の拠点を攻撃したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。12月16日にはウクライナ軍がザポリージャ州のロシア軍の兵站集結地2カ所と弾薬庫2カ所箇所を攻撃して破壊し、150人のロシア軍人員を負傷させて10品目以上の装備品を破壊したことを、アメリカのシンクタンク戦争研究所が19日の戦況分析の中で報告しているほか、メリトポリのフェドロフ市長が、メリトポリ市に駐留しているロシア軍部隊が市内要所の路上にドラゴンズプース流の歯と呼ばれる、対戦車構築物を設置していると述べたことも伝えているよ。流の歯について詳しく、ドラゴンズプース流の歯とは戦車や兵員輸送装甲車などの無限軌道のキャタピラーによって走行する、戦闘車両の動きを止めるピラミッド状の構築物のことで、キャタピラーで走行する戦闘車両は道路以外の舗装されていない草原などであっても自由に動き回ることができるため、その進撃を阻止するために考え出された人工の障害物のことだね。キャタピラーで走行する車両は不整地でも自由に動き回れるものの、キャタピラーが設置している部分の長さよりもやや幅があるような川や塹壕などを乗り越えることが難しいという弱点があるほか、高さのある三角錐や四角錐を乗り越える際に、戦車の底部が三角錐や四角錐の先端部に乗り上げた状態になるとキャタピラーが地面から浮いて空転して、身動きが取れなくなるってわけなんだ。一般的に見られるのは鉄筋コンクリートなどで作られた海岸でよく見かけるテトラポッドのような、三角錐や四角錐のピラミッド型の障害物で、これらを密に縦に4から5列ほど敵の進撃方向から次第に高くなるように敷き詰めて埋設し、さらに横に広く数キロメートルにわたって並べることで防衛線を築いて戦車部隊の突進を妨げるのであるが、その三角錐や四角錐が横に並んでいる様子が竜の歯のように見えることからその名が付けられたぜ。この竜の歯は戦車が戦場に登場した第一次世界大戦にはすでに考案されていて、第二次大戦においてもヨーロッパ各地で設置され、特にドイツ軍がジークフリート戦で広く使用したことは有名だよね。そして竜の歯は次第にその目的が敵戦車の動きを止めるだけではなくなり、その行動を誘導して敵戦車部隊を殲滅することが可能となるように研究が進んでいるんだ。ザポリージャ州においては16日の攻撃報告以降、ウクライナ軍関係からの情報提供は途絶えていて、メリトポリ周辺のウクライナ軍地上部隊の動向に関する情報は全くないんだけど、しかしながら、ウクライナのポドリャク大統領府顧問は12月10日、ロシア軍がヘルソン州などへの物流の拠点にしているメリトポリを奪還することによって、クリミア半島の入り口付近まで進軍が可能になると述べて奪還に向けた作戦開始を示唆していたことから、ウクライナ軍ではそのための準備を進めていると見られているよ。メリトポリは人口15万人ほどのザポリージャ州メリトポリ地区の行政中心都市で、クリミアの玄関口と呼ばれるほどの要衝であり、ロシアがウクライナへの侵略を開始した2月24日の翌日25日には、クリミア半島から北上してきたロシア軍部隊によって包囲され市街戦が繰り広げられていたが、市街地が荒廃することを懸念したメリトポリ市指導部が25日深夜にロシア軍に降伏。それ以降ロシア軍に占領されロシア化が進められていたんだ。9月30日にはロシアのプーチン大統領がザポリージャ州を、隣のヘルソン州及び東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力が創設した、
ドネツク人民共和国ドネツク州とルガンスク人民共和国ルハンシク州とともに、一方的にロシア領への併合を宣言しており、現在ではそれまでのウクライナ側の行政府とロシアの後ろ盾による親ロシア派勢力の行政府がそれぞれ存在し、互いに正当性を主張しているね。また、メリトポリでは地元住民によるパルチザン活動が活発であると言われているが、ウクライナは8年前の2014年に起こったロシアによるクリミア併合の際に、ヘルソン州やザポリージャ州の各地の住民に密かに武器を残していたとされ、パルチザンが行動を起こせるように準備が整えられていたみたい。中でもメリトポリを含めザポリージャ州では特にパルチザン組織が強いとされ、同市の奪還を狙うウクライナ軍は地元のパルチザンと協力してロシア軍を攻撃することになると見られているよ。ウクライナ軍がメリトポリを奪還した場合、ロシア本土からウクライナ東部ドンバス地方ルハンシク、ドネツク領州を通って、ヘルソン州やクリミア半島に至る陸上輸送路を遮断することが可能となるぜ。さらに、メリトポリを拠点としてザポリージャ州のアゾフ海沿岸やヘルソン州のドニプロ川東岸地域を奪還することで、ロシア本土とクリミア半島を結ぶ輸送路であるクリミア大橋を直接攻撃することが可能となり、ドンバスを破壊すればクリミア半島は完全に補給を断たれた孤立状態となり、ウクライナ軍が進撃するまでもなく兵糧攻めによって現地のロシア軍部隊は降伏するであろうと見られているな。しっかりとした戦略で追い込んでいくウクライナ軍はさすがだね。犠牲を払いながら猛進するだけのロシアとは大違いだね。この情勢の中、ウクライナのゼレンスキー大統領が12月20日に、東部ドネツク州で激戦が続くバフムートを訪問。バフムートを防衛しているウクライナ軍部隊の兵士たちと面談してその貢献を褒めたたえて感謝の意を表明したよ。この大統領の訪問は、バフムートに攻勢をかけているロシア軍、といっても正規軍ではなく準軍事組織と目されている民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊が、一部バフムート市内に到達したとの情報が出回っている中で、まだバフムートがウクライナ軍の手中にあることをアピールすることが狙いと見られているね。このゼレンスキー大統領のバフムート訪問を受けて、ワグネルの創設者であるプリゴジン氏が二重化。ゼレンスキー大統領がバフムートを訪問すると聞き、私もバフムートに向かっているとした上で、私はいつでもゼレンスキー大統領と面談する用意ができているとして、同大統領との交渉を行う用意があることを明らかにする動画を SNS で公開しているのであるが、このブリゴジン氏の言動について、インターネット上などでは様々な憶測が飛び交っているみたい。ブリゴジン氏はプーチン大統領の側近とも呼ばれている人物であることから、プーチン政権内においてある程度の影響力はあると見られているものの実際の立ち位置は不明であり、ゼレンスキー大統領と停戦交渉を行う権限が与えられているのかどうかは明らかではないんだ。ウクライナ侵略開始直後の首都キーウ攻略の失敗や多数の将軍を戦死させたこと、9月のウクライナ軍の反攻を支えきれずに北東部ハルキウ州を奪還されたばかりか、南部ヘルソン州のドニプロ川西岸から退却するなど、失態を繰り返すロシア正規軍と比べて、ワグネル戦闘部隊は半年以上もバフムートに圧力をかけ続けて優勢を維持しているよね。このことから、ロシア軍に対して優位な立場のブリゴジン氏の発言力が、プーチン政権内で高まっていても不思議ではないよな。しかし、日本のインターネット上ではブリゴジンの罠との見方がなされていて、ゼレンスキー大統領がその話に乗って会えば立ちどころに捕獲され、ロシアに送られであろうとの声が多く上がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。